今回はこれ考えたやつ天才だろと思ったシリーズを3本紹介します。1本目は2023年1月15日のスレです。これ考えたやつ天才だろと思ったネットスラング。ORZ。ORZ は最初は OTL だったはず。モームスイタでハワイツアーの抽選が外れたみたいなスレから始まった。頭ハッピーセットかよ。ヌルポ。が。OR に矢印これのが好き。ケツ上げてんじゃねえよ。プリケツ大往生。ストレスで真っ赤。ストレスが真っ赤じゃなかったっけ？俺の寿命がストレスで真っ赤が正しいみたいやで。そうだったブロントゴナの思い出したよ。確定的に明らかは今でもリアルで使ってしまう。小道寺キモさで叩かれてたけどサンマクーハッハフってやつ好きだわ。サンマの塩焼きジュージュー、大根おろし処理処理、炊きたてご飯パカふわ、ポン酢とっとっと、ハムハッハフ、ハフ、きめえよ、ね。うわキモ、長谷園のお茶漬けとアサリの CM を彷彿とさせる。サンマと米食いたくなるよな。ポン酢とっとっと、むくむくむく、残党。あマジで親の結婚指輪のダイヤのネックレスでぶん殴んぞ。やりますねー。あいつはもう消した。え、もし、かっこ首。12秒。ビレゾン。12秒。思春期にこじれちゃう連中を表現したのはすごい。高2秒とかは微妙。W やろ。セーフでも人としてアウト。G 流。OTZ。リア充。収まりま、この人です。かぐし。飛行、朗報。まだ廃れてないからな。なけんもだな。ガンジーも助走つけて殴るレベル。これだな。ドラゴボ。そりゃ草やろ。スマホで打ちやすいのがでかい。海外音頭いきなり踊り出したやつ何考えてんのかわかんなくて怖い。ドラカス、タイムマシン壊れたんを。元の時代に帰れないんを。わい、タイム風呂敷はタイムマシン直せばええやんけ外カス。外事は外事祭りで海外音頭でも踊っとれや。何言うてるんやこの外事。あそれあそれ外事が出た出たよよいのよい。あガガイのガイあそれガガイのガイあよいしょガガイのガガイのガガイのガイ。あガイジ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 よいしょ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 。あっガイ、あっガイ、あっガイガイガイ。あガガイのガイあそれガガイのガイあよいしょガガイのガガイのガガイのガイ。あガイジ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 よいしょ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 。あガガイのガイあそれガガイのガイあよいしょガガイのガガイのガガイのガイ。あガイジ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 よいしょ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 。自分が外外音頭を踊るのか。ガガイのガイスコ。そで片目息。この先生き残る。残念だが当然。残党は普通に使い勝手良すぎてすごい。子供部屋おじさんを考えたやつはセンスあるわ。ワイの中にはない概念やった。無事死亡。早速水持ち込み。痩せた悲しい。かなり絵好き。誰想像した。この先生き残る。カムチャッカファイヤー。ムカチャッカファイヤーはもともとネットスラングではなくてゲル用語だけど響きが好き。ググレはリアルでも使うやつ多いよな。オツとかも汎用性高い。ブルッチョサムサム。ホイソツ。ホイソツはまさにコロンブスの卵的な発想でビビったわ。まさかそういう学歴の煽り方あるなんてって。深いところで舐めてるっていう表現ほんま秀逸。ツンデレとかいうもはやネットスラングではなくなってしまったやつ。12秒とジャキガン一緒になっちゃったよな。ジャキガンとか腕がうずく的なやつを最初に想像したトガシのセンスよ。ジャキガン系の最初のネタトガシなん。おそらくはヒエイのジャガンが元ネタやろ。ヒエイに憧れてかっこいいと思って腕に包帯巻いたり眼帯してジャキガンがみたいなコクペやっけ。ああ、オリックスバファローズ。これも初めて見たとき天才やと思った。物欲センサー。これもすごい。これなんやっけ。モンハンじゃなかったっけ。チーグー。お前らチーグーの話になると目そらすよな。チーズ牛丼とか頼んでそう。って全然ネガティブな内容ないのに明確にバカにしつつ言われた方も腹立てるのってほんますごいわな。ネギ玉牛丼とか頼んでそう。とでは全然印象違うわ。あれはあの画像ありきやろ。むしろ三色チーズ牛丼特盛りとかヨロガリのオタクのイメージやないやろ。ファストフードで無駄に高いもの頼む底辺感はあるけど。クボタイト。スラングじゃないけどプリケツのコントはよく考えたわ。うお。ググレカス。子供部屋おじさんはすごいと思うわ。これだけ特定の層をピンポイントでつけるワードないやろ。電車とか好きそう。来たー。久しぶりに使ってみるテスト。来たー。好き。真ん中に顔挟む発想はなかなか出ないと思う。最初にそれやったのは桜桃子のこじこじ。来たー顔文字はそっからの派生。今来たさんよ。彼女いない歴イコール年齢。半年ろむってろ。大きいお友達。購入中。嘘待つ。五感、間抜けな響き、皮肉、すべてがパーフェクトすぎる。嘘柱でも足りないわ。嘘待つが嘘つきのことではなく嘘つきの語る架空の人物だったことを知った時の衝撃。プリケツ大往生。無中。だと思われて今は島田に奥深くの専門に立てたまに見れる。お前ら、上から目線感がすごく柔らぐ。野球豚矢印、焼き豚矢印うまい。サッカー豚矢印、酒豚矢印適当すぎて逆に好き。ってなんで俺くんが。ここで一本目のお話は終了です。2本目は2013年12月3日のスレです。こいつ天才だろ。って思ったスレ台上げてけ。よし行くぞーって海外進出したら OK レッツゴーになるの？ JR 東ドアが閉まります。ご注意ください。西武ドア閉まります。KQ ダーシエリエスシエリエス。バルさん耐えてるけど苦しすぎワロタ。ズン、ズンズンズンどこ切るユーシット。ワロタ。公園の砂場でバケツに入ったきなこ食べるの楽しすぎワロタン。
俺のバイクにアンパンマン号って落書きしたやつちょっと来い。床を、してたら駅前まで来てた。雪やコンコン大音量で鳴らしながら走るの楽しすぎ。ヤクザの先輩にエアギター売ってもらった。カンニングしたらカンニングを疑われた。わろた。足もに膝カックンすると、沼で追いかけ回される。妹のシャンプーでチンゲ洗ったら世界が嫉妬するチンゲになった。節子、なんでホタルすぐだい？力士、ゴッドサンドです。この手のすれたいは服。中越、お、銀、近い、ウォーカーですが、3日でダークサイドに落ちました。モスで、アイムラブエット、ってつぶやいたらバイトのレジを打つ指が止まった。アッキーなのば、なに僕のぼ、なおばっこうなばっこうな。そわろた。おい、こっち向けよ、って言いながら扇風機の首回すの楽しすぎわろた。ジョブズは、だけどノージョブズのお前らはいつ、ぬの？なんでお前らって、あ、って喋り始めるの？小林製薬かよ。これのせいで小林製薬の CM 見るたびに笑う。母ちゃんが大人と結婚して名字がルーマチャイ、ホーマチャイになった。さすがの一国道も下の口からは正直な声が出ちまうんだろう。氷室京介も炊飯器からご飯よそったりすんの？こういう当たり前のことを言うやつに弱いわ。ってドンキで殴ると、抜くせにうんぬんってやつも笑った。マグニチュード 0.0、中国でビルが崩壊。これはマジで秀逸。わろた。レディー、ガガの反対ってミスター、ポポだよな。人が真面目な話してる時に天然パーマのやつって何なの？今まで毎日、二体？ってつぶやいてたけど、筋トレ始めてからは性格がポジティブになって、よし、ぬか、ってなった。セイロガン中に出すぞ、パンパカパンパンパンパカパン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 。くそ。階段降りるとき脳内に M ステの音楽流れるじゃん。学年一の美女にラブレターって渡したらあだ名が山本太郎になった。マチオドフラミンゴみたいに歩くの楽しすぎわろた。彼女が結婚した。よく考えたらんふってなった。景色場街角で宣伝する意味なくね？仕事帰りとかを、やってるやってるって寄ってったりするの？公園の水をしゃぶりながら飲んでたら通報された。コナン、吉松はこの歩兵用麻酔銃でおっちゃんを眠らせて。キリンってなんで頭にコントローラーついてるの？空腹は最高の調味料が口癖だった祖父が餓死した。X ジャパンの吉木が太鼓の達人の前で気絶してた。福の球の段の今まで倒してきたボスが復活して襲いかかってきた感は異常。いいねこれ。トリッピー島次郎、焼き鳥食べに行こうよ。母ちゃんが、カルボナーラをボラギノールって言ってた。コンビニすごすぎ。うんこしただけでありがとうございますって。2本目のお話はここで終了です。3本目は2023年3月5日のスレです。これ考えたやつ天才だろ。ってゲームのシステム。フォートナイトの建築要素。ガチャ。QTE。スカイジャック。塊魂。これ。ロックマンエグゼ。FF12 の戦闘システム。ムジュラの3日間システム。これだ。子供の時は理不尽だと思ってた。時岡の注目システム。文字切ったん。いたすと。ソシャゲのスタミナ。爆弾を仕掛けて相手に解除させるやつ。穴に落ちると点滅して戻される。マイクラ。番外王の20倍カウンター。正直神だと思う。大富豪仲間と始めると止まらなくなる。赤狼の体感システム。ガチャやろ。売り上げが全てや。これ、ただの萌え野鏡キャラのカードに値段設定でガンガン回すやつ多いって気づいたのがやべえ。会心の一撃、探すかのバトル。技ひらめき、パワプロのイベントデッキシステム、馬娘にパクられてしまったが。マザーのドラムロール HP、ボード開けて能力解放していくやつ。始祖って FF10 でいいのかな。ローグライク。ローグの何度でも一人で遊べるようにって考え方が何十年も経ってまた流行るのは面白いな。初代パワプロ、ファミスタから進化しすぎて一気に野球ゲームの定番の座を奪った。キャラクターのレベルやステータスの概念、スプラトゥーンの異界同異化潜伏。津島の行き先を風で伝えるシステム、DBF のタッチパッド使ったチャット。ソードオブフォートレス、スマブラは画期的だったな。マージャン、過去なんか受かるよりよっぽどすげえわ。無からテトリス生み出せるの割と役わからん。デモンズの地面にサイン書いてマッチングするやつ。フレンドとかだるい陰キャには最高のマッチングシステムや。ここで全てのお話は終了です。天才の発想が豊かすぎて、思わず笑ってしまいましたね。ゲームも良いところは残し続け、天才の発想による進化もすごいですね。